それでは計算基礎学1の第9回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は拡張ユークリッドの誤助法の性質を取り上げました。それから後半では拡張ユークリッド誤助法の応用の一つとしまして方逆元の計算を紹介しました。で今回の内容ですけれども、前半はまた拡張ユークリッドの誤助法の性質に関して、引き続きまた別な性質を紹介していきます。で後半はこの拡張ユークリッドの誤助法の応用の新しい応用としまして、実数の連分数展開について説明していきます。でそれではまず拡張ユークリッド誤助法の性質の続きです。で今回はですね、テキストの定理としては扱われてないかったんですが、一応こういった定理性質もありますので、この資料で独自に扱っている定理を紹介いたします。まず A と B を整数としまして、それから F と G を0以上の数とします。で、あと常用付きの除算に対して、A と B に対してこの R1 から R のラムダプラス1、これが常用ですね。それから Q1 から Q ラムダが小を、これを拡張ユークリッド誤助法と同じように定めます。それから拡張ユークリッド誤助法に出てくる係数 S0 から S ラムダプラス1と T0 から T ラムダプラス1も同様に定めます。で RI と QI の定義はこのような形で、こう A と B からですね、割り算をどんどんしながら RI と QI を定義していきます。で、SI と TI についても同じよう拡張ユークリッド誤助法と同じようにですね、定義をしていきます。で、この時今回の定義の主張は次の性質が成り立つというものです。まず一つ目は、R が0から i プラス1に対して TI かける TI プラス1は0以下、すなわちこれは何を意味しているかというと、 TI と TI プラス1が常に if 号であるということですね。でそれから、TI と TI プラス1の絶対値に関しては TI の絶対値よりも TI プラス1の絶対値の方が等しいが大きくなるという性質を持ちます。それから SI に関しては i が0からラムダに対して SI と SI プラス1の積が0以下と、すなわち SI と SI プラス1も必ず符号が反転するということですね。それから絶対値に関しては SI の絶対値と比べると SI プラス1の絶対値の方が等しいかより大きいという性質があります。以上が性質の今回の主張の A ですね。それから主張の B の方は、i が0からラムダプラス1に対して、RI マイナス1かける TI の絶対値が A 以下かつ RI マイナス1の絶対値かける SI、 RI マイナス1かける SI の絶対値が B 以下という状況を満たすという性質があります。でこれらを証明していきます。まず A の方ですけれども、その性質 A の TI の方からですけれども、これは機能法で示していきます。まず i が0の時は明らかですね。一応 T0 と T1 の定義がありますので、そこから明らかです。で次にその0から i に関してこの主張が成り立つと仮定します。でそこで、この今度はですね、 ti プラス1の定義を思い出すと、これは ti マイナス1マイナス ti かける qi ということで ti プラス1が定義されていたわけですけれども、とまずその機能法の仮定からですね、この ti マイナス1と ti というのはその反対の符号を持っていると。だから、ti マイナス1が仮に正であれば ti は負ですし、逆に ti マイナス1が負であれば ti は正であるというのことが、機能法の仮定から言えていまして、あと絶対値に関しては ti の絶対値が ti マイナス1の絶対値と等しいかより大きいということが、機能法の仮定から分かっています。でそこで何が言えるかというとですね、まず絶対値に関してですね、 ti プラス1の絶対値というのは、ti マイナス1の絶対値プラス ti の絶対値かける qi と表されるわけです。なぜかというと、今回qi は
その常用の列の定義から常に正であるという仮定ことが分かっていますので、まあ、こうなると。で、これは結局 TI にですね、よりも、まあ、等しいかそれより大きいということが、まあ、明らかに分かるわけです。それからあと、この T 木の方の仮定からですね、この TI プラス1の符号もTI の符号と逆になるということが分かります。ということで、これで TI に関する主張は示されたことになります。あと SI の場合も、その同様にですね、木の方を使って示されますけれども、まあ、木の方は I が1のところから始めるというところが、証明が異なりますので注意してください。はい、じゃあ次に性質の B の方ですね、示していきたいと思います。まず、拡張ユークリッドのご情報から成り立つ性質として、この a×s-1+b×t-1=r の i-1 というのが常に成り立っているわけなんですけれども、まあ、これをのですね、この等式の両辺をまず ti 倍します。で一方で、もう一つですね、この i に関する等式ですね、a×si+b×ti=ri の両辺を t の i-1 倍します。でそうしますと、この上のですね、この1式から2式の両辺をそれぞれ引きますと、どこが消えるかというと、この b が入っている項ですね、上は b×t-1×ti があって、下の式にも b×ti×t-i-1 がありますので、この b を因子に持つ項がキャンセルします。そしてこんな形になるわけですね。左辺を A に関してまとめますと、こういう形の等式が得られます。で、ここで前回ですかね、前回か前々回に使いました、この定理 4.25 の D という性質を使うと、この左辺の S の i-1×ti-si×ti-1 っていうのが、-1 の i-1 乗に等しいということが分かっておりましたので、まあ、こういうふうに変形できると。で、左辺はすなわちこれはまあプラス A かマイナス A のどちらかをこう、に等しいというわけです。で、ここでその先ほど証明した主張の A からですね、この Ti と Ti マイナス1が異なる符号を持つことを用いますと、一応この両辺のですね、絶対値を評価するわけなんですけれども、まずこの両辺絶対値を取ると、まあ、プラスマイナス A の絶対値はまあ A なわけですね、左辺は。で、右辺はこの右辺全体を絶対値をかけて評価するんですが、ここでその Ti と Ti-1 が異符号であるということを使うと、この絶対値の評価というのはこのような形で表すことができます。で、Ti の絶対値かける R の i-1 プラス T の i-1 の絶対値かける Ri という形になってですね、その目的とする不等式はこの t の i の絶対値かける r の i-1 と等しいかより大きいということなんですけれども、こちらの方にはその t の i-1 の絶対値かける ri っていう項があって、これはこの項が含まれていますので、これは明らかにこの右辺よりも右辺と等しいかまたは大きいということが言えます。ということで、同じようなことをですね、SI についても示すことで、もう一つのですね、R の i-1×SI の絶対値が B 以下であるという不等式も示すことができますので、各自で確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。